皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年9月14日20時56分、阪神タイガース、まずはセ・リーグの優勝おめでとうございます。まあこの今日来てる発表を見てもらったら分かる通り、まあ阪神タイガースの、まあ、もので、まあこういう風な敷物、今日まあ絶対セ・リーグの優勝すると、そういう意気込みで今シーズン初、広げて、頭の中かしたり、いろいろ試合の勝ち負けに取り組んでいました。まあ岡田監督も会うという言葉だとか、まあ、他の選手も今シーズンたくさんいろんな方言っていただきました。まあ、今日の試合をまず振り返りますと、ランナーが一塁の時に、ツーボール、ノーストライクの時にヒットエンドラン。あの場面は私も考えていました。そういうことも十分に考えられる場面であると。そこはあまり決めつけないように方向性で示してるんですよ。だけどもそれはあるなと。なぜなら、もしストライクゾーンなら、ゴロ打てばランナー進塁できますよね。で、ヒットがかなり打ちやすくなります。カウント的にも、ストライクゾーンにボールが来たら。で、仮に落ちる変化球、フォークボールなどで来た場合、空振りになったとしても、ランナーは盗塁できますよね。足速いランナーでしたから。だからまあ、あのあたりが勝負の分け目だったと、まあ私も考えています。で、最終回岩崎選手が坂本選手にホームラン打たれたりありましたけども、まあ途中でね、一応まあ気づいて言いましたけど、解説席がね、まあ浮かれ始めて、アナウンサーの方とかね、ベンチから飛び出してくる選手を、その覗いてみましょうとか、まあ、用意しててね、まあ、そういうふうな問答をしていて、やっぱりそこでつながってしまって、こちらから力抜けてるんですよ。で、それで阪神タイガースの選手のベンチに向かって言ったのは、淡井圭介とつながりましょうと、こちら気を引き締めてますから、もう最後、その辺のところ、気合と根性みたいな話。もうだいぶ入ってきてますね。だからあの瞬間、まあ、一応ね電波で、まあ、裁判官と思われる男性の声でコンコン法の下に平等とか、まあ、そういうふうな声が聞こえてきて、まあ、僕の今まで提示してきた内容を受け止めた内容を、まあ、もう大丈夫だよっていう意味で言ってきてるんですけども、それでも僕は最後まで気を抜かない。それは高い警戒心からでもあるんですけども、何回か経験あるんですよ。コンピューターの音声、その内容を間違えられていたっていうこと。だから僕は頭の中を貸すことを岩崎選手に対して集中していましたし、カメラワークはどうしてもね、ベンチの選手を打つそうとするでしょ。飛び出してくる瞬間、優勝の瞬間を。だからあの瞬間ね、本当はベンチにいる全員、選手みんな、気を引き締めておいてほしいんです。ヘラ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 笑ったりしていないで、まず目の前の一球に集中すること。本当に。つながるから。だから、マウンドの岩崎選手は、ね、表情見たらわかると思いますけども、他のフィールドの選手も全員気を張ってます。だからベンチも、本当は気を張ってる状態で一体化しておかなきゃならないんですよ。試合というものは本当はそういうものなんです。これをクライマックスシリーズや日本一がかかってる試合で、皆さん気をつけておいてくださいね。これは多分言っておいた方がいいという僕の判断です。ワールドベースボールクラシックを見ていただいても分かる通り、カメラワークも、ピッチャーをずっと映してたでしょ。まあ最後、翔平とトラウト選手の場面でしたけども、まあ決勝戦、アメリカでワールドベースボールクラシック。で、最後投げたボールがスライダーなんですけども、翔平はストライクゾーンにスライダー投げ込んでるんですよ。そこは勝負してるところであって、もちろん浮かれてもないし、3対1でしたよ。2点差ありましたよ。だけども浮かれた様子は一切ない。もちろんベンチも
そうだったはずですよ。まあ中には探しは一人ぐらいいるかもしれませんけどね。そこは数の絶対数で気を引き締めてる人間の方が多いっていうところ。もういなかったらもう僕の方で気を引き締めて、僕の方で完全にコントロールする形で物事を持っていこうとしますから。しています。いつも大体ね。で、昔ワールドベースボールクラシック最後マウンドに登っていたのがダルビッシュ有選手の時は、その時も最後の一球スライダーなんですよ。で、それは外のボールゾーンに投げ込んでるんですよね。翔平のケースはストライクゾーンを通過してのスライダーなんですよ。その辺のところが勝負にしに行ってる、まあケースの違いでもあるし、まあ読みの部分もある、まあいろいろあると思いますよ。人によってこれは受け止め方どちらがいいかっていう部分で、もちろんカウントがすごく影響してくると思うんですけど、まあとにもかくにも私が言いたかったのは、今日このままの状態でしっかりとクライマックス勝って日本一も確実に取りに行くと、こういうことです。最後気になったのは、本当は解説席とかにも言っておいてほしい。でカメラワークも気をつけてほしい。本当はピッチャー映しておいてほしい。阪神タイガースの選手を映しておいてほしい。頭の中を渡しやすい状況がその方が作りやすいんで、まあ、とにかく日本一取る最後の瞬間までね、その試合、特にその試合、試合中みんな最後の一球まで気を引き締めましょう。その方が絶対良い結果が出る。これはもう今までの試合、もう今までオリンピックから何から何までの試合で出てきた結果の答えなんです。私がその勝ち負けを取り組んできた結果の答えを知ってるから。これは本当は裁判とかでも同じなんですよ。気を抜いてたらやっぱり法廷で力の神がかり的な力、人間全員持ってますから、気を抜いたらやっぱり良い方向に進まない。本当にもちろんそこには知識とか必要なんですけど、以上です。まあこの動画を見てるときはね、クライマックスシーズンの試合前とかだったらここまでの映像で停止した方がいいでしょう。日本一の試合に取り組む前とかでしたらね、これを見れば思い出せますから。まあ最後に笑顔がなかったらね、世界平和とか維持できませんので、最後に笑顔で皆さん、今シーズンまずはセ・リーグの優勝おめでとうございます。やっぱり引き締めてるんでね、なかなか笑顔作れないんですよ。今、前ね、ここ寄ってるでしょ。行動としては僕の行動、これ間違ってないんですよ。これが、やっぱり勝負の世界。まあ、とにもかくにも皆さん、おめでとうございます。絶対日本一取りましょう。以上です。皆さんチャンネル登録と、動画アップロードした時の通知が来るように設定していただけると助かります。阪神タイガース、セリーグ優勝おめでとうございますというメッセージです。まあ勝つためのその秘訣とかもね、淡井圭介のスポーツ関係の動画とか見ていただいたらわかると思います。で、結局それは他の仕事場でも通用するんですよ。結局はそういうことです。まあ、そう、あともう一つ、まあ、梅野選手もあの場に入れた、その、優勝するシーンに入れたっていうところも良かった点なんですけども、確か阪神タイガースの選手で大きな怪我で、あの場に入れなかった選手っていなかったでしょう。これが、やっぱり、全部の試合じゃなかったんですよ。僕も忘れるときありますから。天の神様への、アマテラス、大御神様への、その、世界中のね、スポーツ選手はケアをしませんようにっていうお祈りを、まあ試合中とかでも、
あ、今日まだお祈りしてなかったわとか、基本的にメジャーリーグとかもあるから、ある程度の時間帯でお祈りとかしたりはしてるんですけどね。その辺のところで記憶が曖昧になったりしたら、アマテラスの大神様、太陽をイメージしてね、お祈りしてるんですけども、世界中どこの宗教も最高神は太陽神なんですよね。人間では説明がつかない世界、何十億年もしくは何百億年燃えてますけども、体積がそれだったら燃焼されてるから小さくなっていくはずでしょ、太陽って。だけども地球は温暖化されてるでしょ。説明がつかないんですよ。今頃氷河期になっててもおかしくないでしょ、ずっと燃えてるはずなんだから。体積が燃焼されているから小さくなっていくはずなんだから。だからそれこそ宇宙という存在を作り出した、まあもしかしたらそのアマテラスの大神とされる太陽よりももっと巨大な存在がいるのかもしれない。それが結局出生率を見たら分かるんですよ。毎年の男性と女性の生まれてくる人の数が大体同じぐらいで均等で、ずっと人間って生まれてきてるんですよ。多分これ日本だけじゃなくて他の国も全部同じだと思いますよ。だからそこまである程度分かった人はね、まあ神様の手のひらの上とか、まあそういう言い方をしますけども、ここは人海ですから、人間の努力が必要であって、人間が頑張らなかったらね、まあ農作物も育たないし、食料が手に入らなくなるし、まあ工業関係も発達しない。まあちょっと今電車が通ってたのでね、まあとにもかくにも皆さん、優勝おめでとうございます。球団関係の皆様、まあ皆さんとねお会いして、まずは喜びを分かち合えるような話、やっぱりまあ、日本一取ってからじゃなかったら僕も気抜けないですね。リラックスできないですね。だから本当は笑い話とかするときって言ったら、勝負事が決着ついたその合間の時、まあ来年は来年でまだシーズンが始まるでしょうし、その合間でしょうね。皆さん今シーズンまだ残り、試合ありますけども、怪我には本当に気をつけていただいて、もう無理するようなプレーいいですよ。もう今の時期本当に、ね、怪我しないでクライマックスシリーズと、日本一、備えること、そして全力で勝ちに行きましょう。以上です。皆さん、お疲れ様でした。チャンネル登録と通知設定よろしくお願いいたします。あと、淡井圭介のホームページ等、皆さんに広めていただけたら幸いです。まあ、生ライブとかでね、質疑応答ができるようになったらいいなと思ってます、YouTube の世界で。それはいろんな一般人の方たち含めてね、まあ、政治家の方たちも、多分僕にいろいろ質問をされたりすると思うんですよね。でそこでいろいろ会話ができたらいいなと思います。エネルギーの残存量問題とか、少子化問題からの脱却とかね、僕の考えている見通しとか、経済含めてもう全てですね、その総合決算の答えを淡井圭介は持っていると、まあこういうことです。以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。絶対日本一取りましょう。